旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人黒瀬美希です。今回は驚愕青森のデカ盛りグルメ10選を紹介します。青森県には様々なデカ盛りグルメがありますが、中でもおすすめを紹介していきます。一人で挑戦してみるのも、みんなでシェアするのもおすすめです。どのお店も美味しいので、味と大きさを楽しんでみてください。この動画で紹介されてないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まず1軒目は5番軒を紹介します。5番軒とは青森県にあるデカ盛りが食べられる中華料理屋さんです。ボリューム満点なご飯が食べられる上、リーズナブルだと人気となっています。特にカツカレーが人気で、とても大きなカツが隠れるほどのカレールーが乗っていて食べ応えがあります。続いては越中庵を紹介します。越中庵とは青森県にあるお蕎麦屋さんです。ここでは高く積み上げられたとても大きな蕎麦を食べることができます。重さはおよそ1キロあり、とてもずっしりとしています。ボリュームたっぷりで、きっと満足できると思います。続いては鶴亀屋食堂を紹介します。鶴亀屋食堂とはマグロ丼が名物となっているお店です。テレビや雑誌でも紹介されるほど有名なお店です。このマグロ丼がとても山盛りであり、これでもかというほどマグロが乗っています。新鮮なマグロで味はしっかりと美味しく、マグロ好きにはたまらない丼となっています。ぜひ一度食べてみてください。続いてはラーメン一文字を紹介します。ラーメン一文字とは弘前市の中でも有名なラーメン屋さんです。たくさんのもやしが印象的なラーメン屋は、油が乗っており麺とスープの相性も良く、がっつり食べたい時にはこのラーメンがおすすめです。またチャーシューもとても美味しいです。続いては一光食堂を紹介します。一光食堂とは弘前駅から徒歩圏内にある定食屋さんです。カツ丼や肉丼など、デラックスという言葉がメニューにつくほどビッグサイズの丼です。ボリュームがあり、とても量が多く感じますが、味は美味しく、とても食べやすいので割と完食できる方も多いようです。続いてはタツを紹介します。タツとは八戸市にあるラーメンや唐揚げを食べられるお店です。中でも鶏の唐揚げのサイズが大きいと人気となっています。とても大きい唐揚げはボリュームがあり、それだけでお腹いっぱいになるほどです。その他チャーハンや餃子など人気メニューはたくさんあるので、ぜひ制覇してみてください。続いてはビッグフッドを紹介します。ビッグフッドとはハンバーグが美味しいお店です。またここのハンバーグはデカ盛りということで有名です。ハンバーグにはこだわりを持ち、一つ一つ手ごねで作っています。お肉はジューシーでとても美味しく、一度は食べてみてほしいハンバーグです。続いては船宿を紹介します。船宿といえばやはりカツカレーが人気です。このカツカレーはとても大きく、見た目のインパクトのあるカレーです。お皿にはカツとご飯が所狭しと並び、そこにカレールーが並々と注がれ、お皿から溢れそうなほどです。その他のカツ定食などもメガサイズです。目でも楽しめるお店です。続いては大正軒を紹介します。大正軒とは東青森駅の近くにあるラーメン屋さんです。ここではデラックスラーメンや森デラックスという森そばのデカ盛りを味わうことができます。もちもちの麺のデカ盛りということもあり、とても食べ応えがあります。その上美味しいので何度でも訪れたくなるお店です。そして最後は道の駅鶴田鶴の里あるじゃを紹介します。道の駅鶴田鶴の里あるじゃは道の駅ですが、ここにメガ盛りの商品があります。ジャンボシリーズと呼ばれ、シュークリームや焼きそばパン、メロンパンやバケツに入った豆腐などがあります。
両手で持っても手が隠れるほどです。ぜひ大きなスイーツやパンを食べてみてください。いかがでしたか。青森県のおすすめデカ盛りグルメを紹介しました。洋食からスイーツまでたくさんあるので、ぜひたくさん行ってお気に入りを探してみてください。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。